はい。ちょっと待って、謎の箱が届いた。なんだこれ、何これ、全くわかんないんだけど、全く何か覚えてない。千葉県から来たんだけど。いや待て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 、え、頼んでないぞこれ俺。何かな、特典無料、無料じゃねえよなこれ。アマゾンで来てる。アマゾン注文履歴確認してみましょう。全く何もはめてないからもう見えないんだよ俺。髪の毛すごい。あれ、シェーバーしたのあれ。これです、シェーバー。パナソニックのシェーバー。これいくら、高いやつじゃないこれ。ヒゲ剃りです、ヒゲ剃り。頼んでない頼んでない頼んでない。誰が送ってきたこれ。ちょっと待って、ちゃんと俺の住所になってるし。なんで俺の住所知ってんのこいつ。誕生日サプライズ的な。いや俺誕生日じゃねえよ俺。型番調べ、型番。うわ、え、なかなかいい商品じゃん。7400円。怖い怖い怖い。どうすればいいこれ、このシェーバー。7400円。じゃあ電話してみましょう。電話電話電話。ネタとかじゃなくて、多分サプライズとかでもなく、俺はね、なんかね、手違いだ絶対に。送り先のある情報としては、お届け先の電話も載ってるんで、この人が多分注文したんだな。ここにちょっと電話してみましょう。すいません、なんかアマゾンからなんか荷物届いたんですけど。はい、もしもし。もしもし。アマゾンからシェーバーが届いたんですけど、はい、え、これってあの、まだ見てない中のもの。え、中のものまだ見てない。いや、見たんですけど。え、プータロ、プータロ。うん、そうだよ。ありゃ適当に発送しまって、ごめん。ドッキリだったの。ドッキリじゃないよ、友達じゃないじゃん。びっくりしたんだけども、ついにだからもう住所もバレたかなと思って。あ、充電切れ。